はい、峠の雑談です。久しぶりですかね、動画がね。もうお盆の今日はなんか帰省のピークらしいんですけどね。僕の方はね、明日まではお休みだけど、その後は仕事ですね。昨日、おとといはね、お休みだったんで、まあ4日間お休みは取れたんだけど、まああれでしたね、1年に1回なんで、お盆のね、お墓参りというか、お墓のお掃除行ってきましたね。やっぱ1年に1回行って お掃除ぐらいしとかないとね、なんか、良くないかなと思ってね、まあ1年に1回は行くようにしてるんですけどね。昨日、だから、お墓参りっていうかお掃除をしてきました、お墓のね。はい、といったことでね、オートバイキャンプ関係のお話なんですけどね、冬キャンプの話を、ずっとしてましたけどね、冬用のね、要はスキーキャンプの中で使うヒーターについての話をちょっと前したかと思うんだけど、何を買おうと思うのか迷ってますという話をしてたんですね、前ね。それでですね、決まりました。結局ね、ヒーター専用のものを買うのは要は出番がほとんどないんですね、僕の場合ね。結局この冬キャンプ、まあ今年まあ1回するにしても、その次にするのが果たして、来春なのか、その来年のまた冬なのかね、その辺でまた1回するかしないかっていうことは、買っても年に1回使うか使わないかっていうような感じになるんですね。そうするとヒーターの専用機買うのはちょっともったいないなと思ってですね。それとね、もう一つ前、もうずいぶん前にまあキャンプの動画の中で言ったと思うんだけど、シングルバーナーをね1個しか持ってないんですね、僕ね。それで結局何回か前のキャンプからね、ご飯を一緒に炊くのに一つしかないとちょっと面倒だなというのがあってですね、要は固形燃料でご飯の方は炊くようにこの 2,3 回のキャンプはしてたんだけど、要は S ビットみたいなものでね炊くのはね、結構あれですね、外的条件に左右されて、まあ固形燃料ですから周りをね風防で囲ってもね、風の強い日だとやっぱりこの同じ時間というかな、20分ぐらい燃焼しても、まあ、うまく炊ける日もあるんだけど、ちょっと今日の出来はちょっと良くないかもねっていう日もあったんですね。それ考えるとやっぱりね、まあ、ガスバーナーで使ってやる方が、まあ、なんていうかな、天候に影響されにくいっていうんですかね、風が強いとか弱いとかね、まあ、無風であるとかね、そういうのもあるし、シングルバーナー1個しか持ってないと、もしかしてその1個しか持ってないシングルバーナーがキャンプ場でねあんまり調子が良くない場合っていうのが、まあ、当然考えられるわけですね。そしたら2つあればね、片方がバックアップとして使えますんで、あ、じゃあやっぱりシングルバーナーをもう1個買っといて、コールマンのねヒーターアタッチメントをね使おうかなと思ってますね、買ってね。ただしそのガスのシングルバーナーにコールマンのヒーターアタッチメントを使う場合っていうのは結構まあ、危険って言ったら変ですけどね、ガス管そのものがねヒーターアタッチメントで温められて結構危ないとか、まあ、ないしはね、ガスバーナーの、まあ、つまみの部分とかですね、そのあたりが逆にその熱で溶けたりしないかなとかいうね、まあ、そういう懸念がいろいろあったんですね。でそういうのがないようなね、シングルバーナーを、まあ組み合わせて、ね、選んでみました。まあ、もうすぐね、現物は届くかなと思うんだけど、まあ、それもまあちょっと 2,3 週間先にはなるかと思いますけどね、まあ、現物来たらそれもねまた紹介してみようかなと思うんだけど、多分あれだったら、まあ、この間のスクリーンタブの時と同じですけどね、あれだったら大丈夫なんじゃないんかな、ないのかなというようなね、シングルバーナーに一応しました。ということでね、ヒーター専用機ではなくてヒーターのアタッチメントを使おうかなというふうにね、
僕の場合はなりましたね。まあね、もちろんね、あのヒーター専用機の方が、例えばなんていうのかな、夏とかですよね、行ってすぐあのなんていうのかな、真冬でちょっとね、ラーメン作って食べたいなっていう時だったら、そのラーメンの方はシングルバーナーでこう温めて作りながら、ヒーターを足元の方にねこう向けてれば暖かく過ごせるんで、まあその場合は別にキャンプとかじゃないですけどね、そういう使い方もできるんで、もちろんね、ヒーターの専用機のメリットっていうのもたくさんあるんですけどね、まあそういう使い方することが自分の場合どのぐらいあるかなって言ったら、まあ、ほとんどないかもしれないなと思ったんですね。まあだから人によってね、その冬用のヒーターガス式のヒーターっていうのは、まあ、買うモデルが変わってくるのかなという気もしないではないですね。冬キャンプとか秋キャンプが好きでね、いつ もう夏とかとにかく温度が上がってき始めたらもう行かないよっていう人はね、ヒーターちゃんとしたのをねやっぱり揃えた方がいいんでしょうね。なんかそんなことも思いましたけどね、うん、まあそれとですね、あれですね、あとはねあれでしたね、椅子がねまだちょっと決まらないですね、自分の中でね。要は買おうと思ってるのはね、ハイバックタイプの、椅子なんですね。もちろんあのバイクに積むことを考えると、やっぱり前も言いましたけど、そのヘリノックスタイプの椅子でハイバックタイプの椅子と、しかも色味とかがね、自分の好きな色味じゃないと嫌だなっていうのがやっぱどっかあるんですね。ちなみにね、まあ、コールマンの製品僕は好きですけど、コールマンから出てるハイバックの、まあ、ヘリノックスタイプの椅子っていうのあるんだけど、色が黒と赤しかないですね。いわゆるコールマングリーンのね、色のね、椅子が出てないんですね。それでちょっと引っかかったんですね。あれがもしにコールマンがね、いわゆるコールマングリーン、まあ、コールマングリーンって言っても濃いグリーンと少し淡いグリーンがコールマンでもあるんだけど、どっちでもいいんだけど、グリーンがあればですね。それが全くないんですね。これ困ったなと思ってね、他のメーカーさんのね、グリーン系で、使ってる椅子から選ぶしかないのかなとか思ったりね、そこがまだちょっと自分の中でね、決まってないんですね。ただね、ちょっと持ってるのはね、コールマンのね、そのハイバックタイプの NX みたいな組み立て式の椅子はね、割とね、背もたれが割と垂直にこうまっすぐ上がってるんですね。多分ね、垂直に上がってる方が自分的には好みだろうなとなんとなく思ってるんですよね。普通の要はヘリノックスみたいなタイプで、ハイバックじゃない椅子っていうのもね、座ってみたんだけど、後ろになんか体が倒れすぎてね、あんまり好きじゃなかったですね。だからやっぱり割と起きてるタイプの椅子が好きかなと、ハイバックでもね。それはなんか自分でなんとなく分かったんですけどね、まあその辺の問題でね、ちょっとまだもうちょっと椅子に関してはね、もうちょっと考えてみようかなと思ってますけどね。ところであれですね、今日お盆の割にはここのいつもの峠ね、あんまりまだ車とかバイク来てないですね。まだ始まったばっかりっていうことなのかな、お盆がね、でしょうかね。はい、そういったことでね、キャンプバイク関連の話はね、冬のガス式のヒーターに関してはね、決まったというお話とね、椅子に関してはまだちょっと考え中ですね、まだね、ということでした。まだね、チャンネル登録お済みでないようでしたらね、よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。